ここら辺に投げとけば意外と当たるっていうね、ぜひちょっと試してみてください。性の質問もココナスです。ということでバウンティラッシュ楽しんでいきましょう。今回はコラソン使っていきます。皆さんは使っていて楽しいなと思うキャラはいますか？僕はですね、まあ、コラソンが好きだったりもするんで使っていてとても楽しいんですよね。なので結構定期的にコラソンの動画上げたりもしているんですが、もうマジで環境きつすぎ。環境というかね、もうおでんロジャーがねスーパーきついんですよ。剣にハキマとでもブン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 振り回してるのに対して、もうこのコラソンですね、もう拳で抵抗まんじと指パッチンとちょっとした銃とボムでね、はい、張り合っているんですよね。逆にその度胸すごいなって言わんばかりなんですけど、まあそんなところもねコラソンらしくていいなというところで、正直環境きついけど、まあ好きなキャラでどこまで対抗できるのか、今回やっていきたいと思います。チャンネル登録グッドボタンめちゃくちゃモチベーションつながりますんで、ポチッとぜひお願いいたします。ということでどうぞ。はいです、お願いします。っていうところで見てくれ、この最強海賊王率いるコラソンっていうところで、要はこの海賊王の、まあ、リーダーにみたいなもんなんですけれども、まあ、いわゆる最強、本当の最強はコラソン、はい、ということでやっていきたいと思います。調子に乗りました、頑張っていきましょう、お願いいたしますと。ここをさ、しっかりとまず手下が取っていっていくと、ごめんなさい、正直一番弱いです。はい、その中ちょっと頑張ってやっていきたいと思いますんで、ちょっと多めに見ていただけたら、温かい目で見ていただけたらなと思います。頑張っていきましょうと。まあとりあえずここ指パッチンして奥ちょっと取りに行くかな、行かないかなっていう感じで、まあ上の人多分これ多分気づかないんで降りてこないでしょうと。その間に頑張って取ろう、頑張って取ろう、取れる取れる取れる、ナイス、取ってるでかくて、でここちょっと頑張って守っていきますと。で手榴弾これね、お宝、あ、これも無理なんだけど、このお宝エリア、この旗刺さってるお宝あるじゃないですか、ここら辺に手榴弾、ま、これ回避入れて、おい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 、今ジャスト回避のタイミング完璧やったぞ今の。そこ取られちゃうからもう無理きついんだけど、タイミングとしては今正直完璧だったとは個人的に思います。でちょっともう一回言うんだけど、このお宝ごちゃごちゃしてるのに、このあら辺にあの手榴弾巻いとくと、これね多分ほらね見えないんよ、結構意外と見えなくて、意外と吹っ飛んでって当たって、でこれ無理やな、無理や、全然無理やった、これ殴って蹴って OKOK で手榴弾巻いといて、でアローシャ巻くしたらしばらくしたら止めれるから、はい OK 強い。なんでこのお宝のごちゃごちゃ黄色のお宝積もってるとかあるんだけど、ここら辺に投げとけば意外と当たるっていうね、ぜひちょっと試してみてくださいマジで楽しいんだけど、これがねシュルタのポイントですね、マジで最後。あ、早い早いな、ただ俺の石は残ってるぞこれ、はい OK マジで楽しい、コラソン本当に楽しいよな、これさ手榴弾当たった時は本当に楽しいんだよね。まあ、ということで今回ちょっと裏シャンクさんなんですが使っていきたいと思いますと。まあ、シャンクスさんも、まあ、いわゆる、これちょっとグリフォン、あ、ちょ、遅いな。全然避けられるわ。さあ、こいつも完全だけなんで、完全だけ、これ警戒して避けて、1、2、3で打っといて、で、カウンターだけ、はい、あ、無理だね。全然無理だった。まあまあまあ、しゃあない、しゃあない、しゃあない。で、こっちを逃げて、完全、間に合うな、間に合う。無理、引いた、全然引くわ。で、あそこ、スーパーサイヤ人じゃない。スーパーサイヤ人だけ、あそこ真ん中握ってくれたの、ありがとう。本当にありがとう。ここ、キー引いてくれたの、マジでかい。頑張れ。よし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 。さすが、ロジャー船長。このちょっとマム倒したいな、頑張って。さあ、このルフィが来たんだが、ルフィちょっときつくて、マムだけ倒したい。マム、あ、オッケー。さあ、まあ、これさよならかな。お、生きてる。さあ、で、ここでカウンターを。結局、まあ、ロジャーがね、強いね、環境。結局、まあ、ロジャー環境強いっていうのと、さっきのホークガトリングでだいぶえぐられちゃったんで、まあ、ラスト15秒。まあ、とりあえず、ここの1、2陣を守る感じで立ち回っといて、あ、オッケー。あそこ、いや、強っ。さあ、ここも下手に。あ、こんな人任せてくれ、このレイリーさん、はい、さようなら、グッバイ。OK 。さあ、これが最強コンビネーションっていうところで、いや、強え。はい、やっていきたいと思います。お願いいたしますっていうところで、今回は、まあ、好きなキャラでね、正直環境はきついんだけど、どこまで張り合っていけるのか、もうこの愛だけでね、どれだけ壁を乗り越えていけるのかっていうところでやっていきたいと思います。お願いいたします。で、まあ、いうことなんですけども、まあ、本当にね、まあ、オーデン・ロジャーがかなりきついと、で、スーパーきつすぎるんだけれども、まあ、ただ、他の赤属性とかその他キャラには、まあまあまあ、やっていけるんじゃないかなと思いますんで、まあ、そこのキャラたちをいかにさばいていくか、まあ、拳で抵抗まんじというところでね、頑張っていこうかなと思います。あそこのレイリーさん、あそこロジャー倒したのめちゃくちゃめちゃめちゃナイスすぎ。もうロジャー来られたらたまたまじゃないんでね。これ一回ちょっと手榴弾ばらまいといて、で、こっちに逃げてこようとしても手榴弾案件。で、裏取り多分こうおでんだと思うんだけど、はい、来た、おでん来た。ちょっと待てよ。おつけよ。おでん全然が、一旦これ手榴弾をいい感じでここでばらまいて、やばい、ちょ、スキルで早すぎって。もうこうしたら無理だもん。もうスキルので早すぎるもん。そんでもってこの手榴弾、何が手榴弾ちょっと夜明け向こうマジにつけてほしいんだけど、これ手榴弾ばらまいて、ナイスすぎるおでんさん、マジでありがとう。
これシュルーダンをばらまいてシュルーダンがちょっと地味というかこのモーションが終わりきる間までにシュルーダン食らっちゃうとこれ危ないって。おでんとっ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 と笑っている。こちらこそニコリちゃんありがとう。めちゃめちゃ相性、めちゃめちゃ相性いいぞこの5番さんと。そうで、よろけ向こうついてないんでシュルーダンなくなったも同然なんですよ。ちょこれいけいけ、おてんさんいけ、俺らの相性抜群だから、で絶対裏取りいけるからこのタイミングで任せてよ本当に。僕バレー部、高校時代バレー部で、まあ、司令塔セッターやってたんですけど、まあ、司令塔じゃないですか、まあ、そういう感じでもうしっかりとここで司令塔もうこ今だよ、タイミング今だよと言わんばかり任せろ、ここはちょ頑張れ、ストップ任せろ。で、あそこ絶対どう、ほらいけるよ。いけるよ、あそこ絶対いけるよ。さあ、ここのウソップだけ舐めんなよ。こっちだってな、銃使えるんだよっていうところで、取れた。強すぎ。よし。サイレント、普通に使えるとき使えない？こういう感じで裏をついてしっかりと旗を取ってくれるんで、まあ、そこの味方さんとの意思こっち取られる、やばいごめん味方さんの意思疎通だったりしてくるんだけれども、はい、まあ、あの5番さん僕めっちゃさっき相性いいなっていうところでしっかりといけたっていうのも、こしれとバラマイはウソップとし、ちょっと待って、これちょっと溜まったら、一体防御バフをかけときますと。で正直ウソップぐらいだったらもう余裕なんでね、まあ、しっかりと殴って蹴って、もうここしっかり避けて、もう拳で抵抗、拳と足で抵抗していくだけなんで、さこの砂嵐が実は一番強くてバウンテラッシュ、いいね、あとちょっと、危ない、イエス。さあここで回収、ナイス、来た、舐めんな、コラソン舐めんな、よし。よしよし、おつけ。これだけ取らせなくて、さあここでしっかりと、はい、ありがとうございます。お願いいたします。頑張っていきましょうというところで、今回なんか結構平和なマッチングになってまして、おでんルジャーがなんか比較的少なかったんですよね。で、正直、おでんルジャーが少なければ3分間はちょっと持ったんだけど、まあまあ生き残れることもできたりするんですよね。なんで今回そのままコラソの力を十二分に発揮できるんじゃないかなと思います。頑張ってきます。で、これアウトオブルームでしたら、正直関係ないので、ローこのコラソの愛を受けて、めちゃめちゃ噛んじゃった。で、まあ、アウトオブルームからしっかりとここで攻撃してって、で、このね、ルーム内には入らない。もう、このローのことはね、コラソンが一番分かってるから、本当に。もうさ、このコー、なんか、ちょっと全然頭回んねえ。さ、もうこっちはペチペチやられてるの落としいんだけど、手榴弾ばらまいといて、で、まあ、これ当たらな、ギリギリ当たらない、距離感保つのうまいな、ソップ。まあまあ、とりあえず、しっかりとこう、また、アウトオブルームからシュルーダーをばらまいといて、で、まあ、当てに行くっていう感じですね。で、おちょ、なんか、キラー、キラーはキャラアイか。キャラアイか。キャラアイなのか。一生、一生、あれやで、星さんに負けるほどコーラスはそんな言わないで。さすがに、これが確定コンボ。わかるか、これが星4の力なんで、星4と星3じゃちょっと、黙れ。キャラいか、まあ、わかるけどね、その気持ちもね。まあ、たださすがにちょっと星さんには負けないかなっていうところで、あ、OK、手榴弾ばらまいといて、で、こっちを握っていきましょうと。で、これ今、サイレント中なんでね、僕がこの旗を握ってるということは、お相手は誰も知らない。はい、ということで、はい、またローが頑張っているんですけれども、しっかりとこれ、アウトオブルームでしっかりと手榴弾を撒いていきつつ、で、あそこで、打ち上げ花火と。はい、OK。楽しい。マジで楽しいし、マジで小賢しいわ。はい、で、これ、起き上がり際にもう一発撒いておきます。で、あ、倒しちゃったね。まあ、全然 OK。で、今回、マジで平和なマッチングやな。さあ、おでんさんがいるわけなんだけど、あれやな、6番さん、どっちも星さんやな、ベッチってことは。さあ、なんかミッションみたいな、なんかやってんの今、わかんないけど。ただ7、8番さんがゴリゴリに、あれやもんな、おでんロジャーやもんな。正直、おでんロジャーいなかったらだいぶ耐えれるんだが、そしてめちゃくちゃ暇なんだが、やることはないんだが、下3つ取れるのはまあまあでかくて、ちょっと、ちょっと見せ場欲しくて、全然こう勝つことに今専念してるからしゃあないんだけど、普通に見せ場欲しくて、さあそこのさあナイトミアいける、ナイス、強っ、ナイトミア強っ、僕もナイトミアの動画出しましたんでよろしければぜひご覧ください、強いですと。さあロジャー来てる、さあロジャーしっかりと回避ぶち込んでって、でこれシュルダン、これお宝エリアのところにシュルダンバレまいときは全然バレませんで、当たっちゃうよそれそれ当たっちゃうよ。なんかあれがチャージスキルとかよくわかんないけど、それ関係ないよ。でこれだったら全然間に合う、全然シルダー間に合う。で飛べ、よしもう本当に楽しい。さあここしっかりと環境トップ2から耐えましたと。なんで謝っとん。
次です、お願いいたしますというところで、さっきはね結構、なんか安心安全なマッチングだったんですけれども、しっかりとね、まあ、現実に、巻き戻されるかのような、はい、まあ、マッチングになっておりますと、まあ、環境キャラばっかりなんですけども、その中どれほど、立ち回れるのか頑張っていきましょうと。うん、まあ、ただ、さっきの試合も言った通り、ロジャーおでんじゃなければ正直そこまで怖くはないというか、まあ、怖いんだけどそこまでかなっていうところがあるんで、まあ、なんとかね、乗り越えていこうかなと思いますと。でさ、ルフィローが来た。さ、このローを裏に、なんかローをなんかあたかもパシに使う、こいつはね、いい度胸なんで、しっかりと僕がね、さばいていきたいと思います。やばいやばいやばい、おった、ロー、ロー、お前、ロー、ロー、ロー。さ、うん、それさすがに、おいおい、ローをパシに使いやがって、お前、なめんなよ。さ、これしっかりと、強い、やられる、頑張れ、これ確定、よしよし、ナイスナイス。ちょ、打ちすぎた、今、通常ボタン打ちすぎた。で、さすがに2回目はないよ。ロー走りすぎだよ。起き上がり際に、これシルダー巻いといて、飛べ、よしよしよし。ローをパシリン使った罰だ、あいつは。さあ、レイリーさん、あとは頼む。レイリーさん、頑張れ、レイリーさん。あとはやってくれ。めちゃめちゃ他人任せだよ。オッケー。で、まあ、あとはちょっとなんとか生き残っていきましょうと。はい。まあ、ここ、もう強いな。環境キャラたち、なんかやっぱ強いな。普通にめちゃくちゃ強いんだが、さあ結構若干浮いてる可能性はあるんだけれども、まあ、負けじと頑張っていきましょうと。さあロー来た。さあロー、ここでしっかり、危ない、これでしっかりとボムってって、うんーで、あ、オッケー、当たった。さあ結構これ火力高いよね、ボムって実は。さあこれやめなさいと。これが危ない。さあおでんがちょっときついんだが、これと何おでん、え、桃源と使って何、え、桃源と使ったか正直知らないんだけど、何それ。ボムの前ではみんな無力なんで、やばい、普通に通常攻撃強い。これキット取られる前にはしっかりと取ってって、んーで、しっかりとここでボムの前にはみんな無力。さあ逃げるぞ、トンザラ、ゴミはい、ということで、ゴミが、まあ結局ね、ゴミが強かった。ということで、頑張っていきましょう。あっちウソップ無理捨てですね。まあキットの方だけではちょっと、旗を守りつつ、まあ同じね、赤髪対決として、勝っていけたらなと。あ、やばいよ、それ。ちょっと待って、さすがまだ大丈夫か。うん。まあどっちが本物の赤髪かっていうところね。はい、回避見たんで、ここしっかりとグリフォンの一発、いいダメージ。で、あとはいい感じにちょっとカウンターだけ合わせていけたらなっていうところ。無理、危ねえ。よしよし、赤組対決制したぞ。まあこっちはね、なんか13回ぐらいブリーチしてから赤に染めてるからね、まあ、それ赤髪の質が、はい、意味わかんない。ありがとうございました。